はい、タスオチャンネルのタスオです。今回はですね、シリーズ2に完全移行したんですけども、溜まっている契約書全部引いていこうかなと思います。まあ、全部で50連まではいかない感じかな。38あって、そのうちここが5連ずつなんで、まあ、約40くらいか引いていこうかなと思います。まあ、狙いの選手は岡本和真選手ですね。まあ、選択契約書もあるんで、まあ、確定で取れるんですけど、まあ、岡本和真選手が出たら、まあ、上原投手を取ろうかなと思います。まずゴールド10連、行きましょう。重たいけど、移行後すぐ撮影してるんでちょっと重たいんですよね。聞けるかな？ OK、行けた。さあ、お願いします。何かして出るかな、充電すれば。A ランクは出てる。さあ、割れろ。割れない。はい。おっと、梅野選手。いやー、何も出ないか、充電では。A ランクか。さあ、ラスト、お願いします。じゃあ、違う、来ない。A ランク2枚でしたね。まず10連は。次も、ゴールド契約書。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10連。行きましょう。出るんじゃないかな。ここでは出るんじゃないかな。ここでは来るはず。神風、起きたー。来たー。さあ来い。岡本和真選手。岡本選手だったらマジで嬉しい。は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 い。まだ来ない。来ない。来ない。まだ来ない。来ない。来ない。最後か。渡辺亮選手かな。ゴールド契約書ですよね。セカンド。まあ、今、セカンドは巨人の吉川尚輝選手がいるので、シリーズ1の。まあ、そこと入れ替わる形になるかなと。思います。で、あと5連ずつが残ってるので、ゴールド契約書は。まだありますね、結構。これも引いていきましょう、全部。ゴールド、ゲールド契約、ゴールド契約書を先に全部引きます。これだけかな。あと、ま、ここが残ってるって感じですね。よし、6連。ここでも来い。ここでも来ればマジでいい。来い。お願いします。お願いします。来たー。さあ、誰が来る？お、甲斐選手。これは嬉しい。けど、限界突破が進まない。小林選手持ってるんで、まあ、控えになるんですけど、まあ、甲斐選手は全然嬉しいですね。小林選手を、もう限界突破終わってる状態で持ってるので。サブにはなるんですけど、これがサブでいるっていうのは本当でかいかな。肩 S がいるっていうのは。よし、あと10連残ってるのかな。ゴールド契約書が。これ行きましょう。これ連続できないんで、1個ずつ行くと。まあ、抽選会のやつですね。お願いします。いや、出ないかな。来い。演出が何もない。はい、何も出ず。もう5連、ゴールドがもう5連かな、残ってるんで、それ行ってから S ランク系 10% 30% があるんで、それを行きましょう。
これですね。これ、A ランク1枚を着てほしいね。変質がない。演出が何もない。はい。さあ、S ランク系契約書いきましょう。10% と、10%、あと 30% か。だけかな。あと、これもあったね。これもあるね。5連っすね。いきましょう。お願いします。さすがに2枚ぐらい出るんじゃないかな。2枚。この5連で2枚来てほしいかな。お願いします。来た、誰？おっしゃー、来たー。これ選択契約書はちょっとどうなりますかね。まあ今のところ上原投手を取りましょう。はい。はい。これラスト。来ない。お、来た、岡本選手来ましたね。で、まあ、これ、選択契約書で、まあ、上原投手を今のところ取るっていう風になりますかね、おそらく。さあ、次、S ランク契約書ですね。が、3枚、2枚ぐらいあるんで、3ですね。3あるんで、それを引いていきましょう。ここで上原投手か、誰だろう、野上投手とか、あと、長野選手とか、まあ、巨人の選手が欲しいですね。行きましょう。もうこれは嬉しい。紙引くかな。狙いを引くっていう。さあ、お願いします。あと、鈴木誠也選手とかも他の球団だと欲しいかな。伊藤光選手。ウィーランド選手。おっと、DeNA で次。最後は、アドゥワ投手と、限界突破が誰でも進まないですね。あ、けど、広島枠はいなかったんで嬉しいですね。はい。で、あと、横浜の枠もあんまりいなかったんで、まあ、ウィーランド選手嬉しいですね。はい。という結果ですね。まあ、選択契約書なんですけど、まあ、どうしますかね。まあ、これは次回の動画で出そうかなと思います。はい、そういう感じでぜひ。あ、最後に S ランク何枚出たのかだけ見ていきましょう。S ランクが何枚出てるのか。ちょっと重たい。本当に重たい。S ランクが6枚ぐらいかな。6か7、7いってないか。6かな。出たんじゃないかなと。入手順でこれ見れるのかな。取得順、入手順あったね。と、S ランクに絞って、渡辺選手からなんで、6枚っすね。はい。で、まあ、そのうちの狙いを引くと。じゃ、紙引きでした。ぜひ、チャンネル登録、高評価、お願いします。まあ、次回の動画で選択契約書の動画を出しますので、ご了承ください。さよなら。